新特選対1769年10月6日は、中国新の文人、学者。字は、死、号は、器具。詩号は器具詩号は文須なお。蘇州府長須県の出身。卓越したさえを持ちながら、関東に恵まれず、1739年、67歳に、して、ようやく紳士に挙げられた。県立帝は称して、老名詞となし、めして、 歴代の死の源流将校を論ぜしめ、大いにこれを称賛した。霊部次郎に抜擢されたが、夜年並みには勝てず、卑怯を願い出て許された。その後、千鎮軍等と共に、文学サロン加山旧老会に関与し、大老と称せられた。源流帝は自作の階級死に、鎮徳戦と千鎮軍とを並び称して、東南に老とした。数え年十七まで長命し、 出するに及んで、大詩大師の称号を送られた。その詩は、確率にすこぶる厳密で、厚し子蛋白と言われ、王子、定の、新院説、円米の、少量説とともに、当時の詩壇の一角を形成。確率を重視するところから、とりわけ少量説とは鋭く対立した。著作に、五条子別採集、古主言、闘争や家分特本、寄具主文書等がある。 五調子別採集のうち、当庁の部にあたる、当氏別採集は、当氏300種の姿となったことでも知られる。寄付氏文章は自作の詩文集。ありがとうございます。